動画とは動く画像のことで映像と呼称されることも多い。アニメーションの日本語訳でもある。静止画と対極の語であり、狭い定義では動く画像、広い定義では時間軸に同期させた音声、音楽とともに提供されるメディアパッケージを指す場合もある。選択した静止画を順次切り替えるスライドショー、紙芝居とは異なり、 連続して変化する静止画像を後続に切り替え続けると人間の視覚の錯覚として静止画が動いているように見えるベータ運動を利用した表現様式である。日本語の動画はアニメーター映像作家の正岡健造がアニメーションの訳語として考案提唱したものが最初とされ動画という社名のアニメ会社も 複数設立されるなど実際にその意味で使われてきたが2000年代以降はアニメーションのみにとどまらず蒸気のような性質を持った表現様式も含むより広範囲な映像物を指す言葉としても使用されている映画やその他のメディアの詳細な歴史については各項を参照19世紀から末にかけてフェナキスティスコープ、ゾエトロープ、プラキシノスコープなど 残像現象を利用した動く絵を見せるための道具はすでに存在していた。それぞれの構造は若干異なるが、基本的には紙の上に連続的に描かれた絵をスリットを通じて覗くことで絵が動いているように見えるというものであった。簡素な構造ではあったが、現代の動画と同じく残像を利用して人間の視覚を利用して動きを再現しているという点で、 動画の祖と呼べるものである。動画像が扱えるようになったのは1890年代とされる。1891年、アメリカの有名な発明家、トーマス・エジソンによるキネストスコープの特許取得。これは、一定速度でフィルムを送り出す機構とそのフィルムの絵を投影するための光源で構成されており、現在の映写機によく似た機械であったが、 現在の映画のようにスクリーンに投影する能力はなかった。ほぼ時を同じくし、1895年、フランスの発明家オーギュスト・トルイのリュミエール兄弟がシネマトグラフの特許を取得。これは、キネストスコープとは異なり、スクリーンへの映像の投影が可能であった。キネストスコープ、そしてシネマトグラフの開発によって、それまで、 静止画像によってしか撮影できなかった風景や人物を動画像として撮影できるようになり、時間の流れや人物の仕草の変化などを連続的かつ容易に、そしてより自然な形で記録、再生することができるようになった。ただし、当時の撮影機はあくまで視覚情報のみを記録するものであり、また、現像技術の制限から撮影、再生される映像はモノクロであった。 現在のように色付きの映像を扱ったり、音声や音楽を付随させることができるようになるのは、もう少し後の時代になってからである。1900年代初頭にテレビが発明され、一般家庭に普及すると、動画像は人間にとってより身近なものとなる。普及に伴う技術の進歩によって、当初はモノクロでしか表現できなかったものが自然色で表現できるようになり、また、 秒間あたりのコマ数を向上させることで動きを滑らかに表現できるようになるなど動画像はより高密度、高精度化していく。ビデオグラフィとはデジタルビデオカメラで動画を撮影しコンピュータで映像編集し一つの動画像を作る技術、画法、学問、表現方法、表現手段、表現形式のことである。映画やテレビドラマの撮影において 撮影開始をクランクイン、撮影終了をクランクアップと呼ぶ。これはカメラが手回し式だった頃の手回しハンドルに由来するとされる。スタジオ内の撮影をスタジオ撮影、セット撮影などと呼び、撮影所の外の屋外での撮影はロケーション撮影、またはオープン撮影と呼ぶ。また VFX を用いる映画ではブルーバック撮影などがある。 映画やビデオカメラの撮影においては、スチル写真にはない動きを伴うカメラワークによる表現が可能になり、また、多くの場合、音声の録音も必要とされてくる。また、撮影が終わった後で映像や音声の編集が必要である。編集にあたっては、モンタージュの技法やナレーションの負荷により、映像に一定の意味が与えられる。コンピュータで動画像を扱う際に、 編集により再生時間を減じることなく必要な記憶容量を減じることを圧縮という圧縮には元のデータに完全に復元できる可逆圧縮と圧縮の段階で元のデータには復元できない処理を施す代わりに高い圧縮を行う非可逆圧縮があるその中でも特に動画に対しては動画の持つ様々な性質 特性を踏まえた特別なアルゴリズムによる圧縮が行われる場合が多い。その際に用いられる圧縮、展開を行うアルゴリズムプログラムのことを特にコーデックと呼ぶ。動画は多くの枚数の画像を連続的に扱わなければならず、ほとんどの動画は静止画と比べ処理しなければならない情報量が圧倒的に大きい。また同時に再生時においては、 多数の情報を高速かつ連続的に処理を行うことも要求される。そのため、動画の圧縮アルゴリズムの多くは、静止画のそれとは異なる圧縮技術、あるいは既存の圧縮技術にさらに他の圧縮技術を組み合わせた形で構成されている。一般に静止画の圧縮は、空間方向のみを考慮すればよいが、動画圧縮の場合はそこに加え時間方向の 情報も考慮した圧縮が行われる場合が多い。ただし、これらのアルゴリズムはラスタ画像を扱うことを前提としており、フラッシュムービーなどで用いられるベクタ画像などには当てはまらない。動画を格納するファイルフォーマットとしては以下のものがある。ありがとうございます。